ね、人種のサラダボールみたいな人種のサラダボールそう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 。カリブ海から来たフランス人のジョアン君です。今日は浅草に来ました。なんでかというと、浅草から日本文化を世界へ発信っていう標語を持っている新しくオープンした浅草浴場を宣言したいと思います。でもね、せっかく浅草にいますので、日本人はフランス人についてどんなイメージを持っているかっていう質問を聞きたいと思います。それでは早速始めましょう。日本人ってフランス人についてどんなイメージを持っていますか？とてもおしゃれで。おしゃれですか？はい、あ、そう。どこがおしゃれですか？コーディネート、コーディネート仕方、服の色とか。そう、色とか。明るいのを着てそう。明るいイメージ、明るいカラーをたくさん着てそうですね。ということで、結構ポジティブなイメージっていう意味ですか？そうですね。そうそうそう、ナチュラルにたくさんカラーをうまく着こなしていそう。いいですよね。こんにちは。じゃあ、日本人はフランス人についてどんなイメージを持っていますか？パリ、うん、パリのイメージがついてますか？はい、エッフェル塔。エッフェル塔、有名ですか？日本でも有名ですね。東京タワーと一緒なんで。そうですよね、うん、どれが一番高いのかなわからないですけど、はい、日本人はフランス人についてどんなイメージを持っていますか？フランス人について。はい、フランス人とかフランスのことについて。そう、フランスはやっぱり先進国で、フランスって聞いたらすぐパリとか思いつくんで、文化的に栄えてるとか、絵画とかも有名ですし、かなり、そういう伝統とか。おお、じゃあ、ということで、歴史のイメージ、ね、はい、古い歴史のイメージがありますよね。はい、あと、すごい、お城とかたくさんあるイメージなので、歴史のイメージ。そうそうそう。だから、すごい古いものを大切にする文化、お城もすごい長いですよね。日本はそういうのがなかなか建物、古くても、まだフランスの方がもっと古い建物いっぱいある。日本人はフランスについてどう思いますか？どんなイメージを持っていますか？まあ、エッフェル塔。お、エッフェル塔。OKOKOK。有名ですよね。うん。うん。あとは？あとは？フランスパン。うん、うん。フランスパン。おお、美味しそうですか？美味しそうに見えますか？おお。あとは？うん、フランス革命ぐらいしか思いつかないね。確かにね。フランス高校生だからね。フランスの何ですか？フランス革命。革命？世界史。歴史とか。あ、そうなんですか。やっぱりね。じゃあ、食べ物はだとフランスパンですよね。うん、で、フランス料理、フランス料理じゃないの？そう、フランス料理って何ですかね。マグレ・ド・カナール。カナールってカモ？カモの肉とかを煮るとか、うん、カエルの桃とかを食べたりとか。日本人はフランスとかフランスについて、はい、フランス人についてどんなイメージを持っていますか？あ、フランスはやっぱりいろんな、なんか国の人が集まってきて。そうですね、多国籍っていうか、そういうなんかいろんな人が来て素晴らしい国かなと思います。友達にもね、ハーフの人がいるんですよ、フランスの、うん、それでもめちゃくちゃ綺麗やし、フランスはめちゃくちゃ好きです。なんか初めて聞きました。なんかよくフランスのことだとみんなは全員一緒って思われてるんですけど、はい、やっぱりそういうミックスであります。そう、いいことですよね。人種のサラダボールみたいな人種のサラダボールそう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 。で、食べ物的にフランスって言ったら何がピッて食べ物出てきますか？フランス、なんかフランス料理。そう、フランスパン。いや、オッケー。それ聞きたかった。そう、やっぱりフランスパンは日本まで有名というか、みんな知ってますよね。なるほどね。はい。じゃあ、今日ありがとうございました。やっぱり日本ではフランスのイメージは結構良いですね。
歴史とかあのフランスパンとか、まあ、食べ物は結構人気ですから、あのいいことですけど、ただ多分みんなが分かってなかったのは、あのフランスの名物だから、それについて今後話しそうかなっていうふうに思ってる。とりあえず浅草浴場は毎日開催していますので、ぜひぜひみんな遊びに来てください。それではビエント、バイバイ。